スティーブ・ライヒの手拍子の音楽の基本的なリズムで自分自身に対して演奏されます。最初はユニゾンで次にあるパートが8分音符で先に進み、次に別のパートが進み、それらが元に戻るまで内輪のプロセスタイプ4の例であるプレイ、イングプレイプロセスミュージックとはあるプロセスから生まれた音楽のことです。そのプロセスを聞き手に聞かせることもあれば、 プロセスを隠すこともある。主に1960年代に始まったもので、多様な作曲家が様々な方法やスタイルでプロセスを採用している。クリス・テンセンが定義する音楽のプロセスとは、音楽演奏の過程で進化する歌唱構造を含む非常に複雑な動的現象であり、二次的な歌唱展開、すなわち歌唱展開の中の歌唱展開である。これらのプロセスには、 音程と時間を通して音を選択して配置する特定のシステムが含まれることがあり、多くの場合、限られた量の音楽素材を長期的に変化させることになる。また、それ自体がすでに比較的複雑な音楽イベントを変換することもある。スティーブ・ライヒはプロセスミュージックを作曲のプロセスではなく、文字通りプロセスである音楽作品と定義している。 音楽のプロセスの特徴は音符と音符の間のすべての細部と全体の形を同時に決定することである。今日ではミニマリズムと同義に扱われることが多いが、この言葉はミニマリズムの登場よりも少なくとも20年以上前から使われている。例えば、エディオット・カーターは1944年頃からピアノ・ソナタや 原楽史重奏曲第一番などの作品で使い始め、生涯を通じて使い続けた複雑な作曲形態をプロセスという言葉で表現している。カーターが音楽をプロセスとして捉えるようになったのはアルフレッド・ノース・ホワイト・ヘッドの有機体の原理からであり、特に1929年に出版された家庭と実在からである。マイケル・ナイマンは このミニマルプロセスミュージックの起源はセリー主義にあると述べている。カイルガンもまたセリエリズムとミニマリズムには多くの共通点があると考えている。ヘルマン・サベはベルギーの作曲家カレル・フィーベールツの初期のセリー作品、特に電子音楽作品、ナンバー4、メット・ドデ・トネント、ナンバー5、メット・ドゥービル・トネンにおいて、 プロセス音楽がどのように機能するかを示している。他にも、カール・ハインツ・シュトックハウゼンのクロイツ・シュピールでも、サベは同様のデモンストレーションを行っている。1960年代初頭、シュトックハウゼンはいくつかの器楽作品を作曲したが、それらは彼がプロセスコンポジションと呼ぶものである。プロセスコンポジションとは、プラス、マイナス、統合などの記号を使って、 音の連続的な変化を示すもので、作曲者が特定できない、あるいは予測できないものである。これらの作品では、構造は、不変量のシステムであり、これらの不変量は、物質ではなく関係である。シュトックハウゼンのプロセスプランニングは、時間軸を逆にした、構造分析である。抽象化、一般化としての構成、存在する前の現実を分析する。 これらの作品には、プラスマイナス、プロセシオン、クルツベーレン、スパイラルなどがあり、7つの日から、来るべき時代のためにのサイクルにおける直感的な音楽作曲のプロセスを言葉で説明することに繋がっている。プロセスミュージックという言葉は、作曲家のスティーブ・ライヒが1968年に発表した、ミュージック・アズ・エーグラデゥアル・プロセスというマニフェストの中で作られた。 このマニフェストの中で、来日は、この音楽を作曲、制作する際のフレーズの使い方やフェーシングなどの定義、その目的や発見した経緯など、プロセスミュージックの概念全体を非常に丁寧に、かつ簡潔に説明している。来日にとっては、そのプロセスが聞き取れることが重要でした。私は近くできるプロセスに興味があります。私は近くできるプロセスに興味がある。 私が興味を持っているのは作曲のプロセスと音の出る音楽が同じものであることだ。ライヒ自身は演奏時には聞こえない作曲プロセスを用いた作曲家の例としてジョン・ケージを挙げている。マイケル・ナイマンは次の5種類のプロセスを特定した。作曲家が直接素材を決めるのではなく作曲家が作ったシステムを使って 素材を決める、偶然決定プロセス。人々のプロセス、演奏者が与えられた、あるいは提案された素材の中で、それぞれ自分のスピードで動くことができるようにする、プロセス。コンテクストプロセス、予測できない条件や、音楽の連続性から生じる変数に行動が依存するプロセス。反復のプロセス、反復の延長によってのみ動きが生み出されるプロセス。エレクトロニックプロセス、 音楽の一部、またはすべての側面がエレクトロニクスの使用によって決定されるプロセス。しかし、一つ目のタイプは必ずしも一般的に偶然と認識されている作品に限ったものではない。例えば、カレル・フイベールツの2台のピアノのためのソナタでは反復のプロセスが従来のモデルにも作曲家のセンスや判断にも依存しない形を作り出した。 ゲーレン・エイチ・ブラウンは内蔓の5つのカテゴリーを認めた上で6つ目のカテゴリーとして数学的プロセスを加えることを提案している数学的プロセスとは順列、加算、減算、乗算、レートの変更などによる材料の操作を含むエリック・クリステンセンは6つのプロセスカテゴリーを次のように挙げているルールで決定された変換プロセス目標指向の 変換プロセス不確定な変換プロセスルールで決定された生成プロセス目標指向の生成プロセス不確定な生成プロセス彼は内比のピアノフェーズをルール決定された変換プロセスケージのバリエーションズを不確定な生成プロセスリゲティのインツァールとフリーセンダーベベーグングを目標指向の変換プロセスペアのアゴーの公共曲第2番をフラクタル的な性質を持つ ルール決定された生成プロセスを含むものとしている。ソース、ありがとうございます。